いいじゃん、ミュージックアップ、はい、と言うと言います。今日なんですね、はい、何をするかというと、はい、英語言ったらどんどんね、料理対決。エンドレスが料理をする姿なんてこれ以降はめったに見れないじゃないですか。もうないです。もうないと思います、ね、もうやらない今日だけ。今回英語言ったら罰金じゃなくて10回ダンベルを上げていただきます。めんどくせえ。料理しながら筋トレするんでしょ。まあだからこういうことになりますよね。2対2でやっていきます。あーチームも分けてあります。ゆうとと、こまです。お前料理できんの？俺はできないっす。え、料理できんの？できないっす。僕とアヒトがやるんですけども、アヒト料理はできないっす。近い料理はできないっす。僕らポンコツライダーズ、どんな料理番組でお届けされるんですか。料理をはじめに食べてもらいます。おーい、はじめが美味しいと思った方が勝利。はいはいはい、結構厳しいからね、はじめの評価。確かに。ラーメン屋普通にうまかったなと思ってさ、出るじゃん、店から。で、今星何個とか言う、 1.8 とか言うから。俺うまかったなと思って。まあそんな厳しいはじめが評価してくれるんで、はい、負けた方は今回の材料費全部おごってもらいます。結局金払うのかよ。こんな感じの料理対決やっていきたいと思います。お願いしますよ。それでは早速やっていきましょう。せーの、最高。シェフ。あ、なんだよ。ペペロンチーノください。ペペロンチーノだってよ。作ってやるか。今から料理始めます。もうダメだ、そんな時は。今日我々が何を作るかと言いますですね、はい、ペペロンチーノを作っていくということで。うお、おしゃれ。非常におしゃれ。これなんか調べたら、うん、モテる料理男子が作るランキング、はい、第3位ぐらいがパスタでした、うん、ほー。だからパスタにしました。まあ1位でいいんじゃないじゃないですか。3位なんだよ。1位カレーだったよね。時間かかるし、バカです。そう、バカなんです。まあ今日、絵に来んのかみたいな。あ、そう。まあやっぱなんもねえよ、急すぎんなお前。そうで、ペペロンチーノパパッと作りました。そう、あ、それね、それがかっこいいです。今から英語は禁止になっております。はい、それだ、レディーゴー。はい、もうここから英語禁止でございます。やっていきましょう。店主、何でしょう、今日の料理は何でしょうか。あれですよ、ニンニク入れてる麺。あー非常に美味しそうなんですね。ニンニク麺ですから、はい、今回上司はアキトです。で、メイオメイ。おお、結構重いね。え、結構重いね。これで 7.5 かな、多分7か7キロか 7.5 キロって言ってました。じゃあ一緒にやっていこうや。オッケー。あー、僕らポンコツライダーズ。せーの、よし、早い。でかい。マジできついわこれ。やば、全然重いわ。よし。あ、じゃあとりあえず最初の工程として、はい、ニンニクが大事なんですよね。おニンニクからということで、ニンニク切っていきたいと思います。ただいまニンニクを切っております。彼、小松って呼ばれてるんで。あら、小松って呼ばれてる。小松って呼ばれてるよね。うん。まあ、ニンニクの切り方とかあんまよくわかんないんで、適当に切っていきたいと思います。はい。おー、綺麗。はぁ、非常に綺麗ですね。なんかこれさ、大きい方がいいの？なんかちっちゃいイメージ。ちっちゃいイメージだよね。あ、イメージ。うぇぇぇぇ。はい、10回やっていきまーす。せーの、よし。いやー、しまった。じゃあ、これ、アキト、ちょっと細かくしてて。いいよ。やってよ。これ、俺、家庭科の先生に習ったんだよ。手洗った？殺すぞ。自分が食べるから、すごいです。いいじゃないですか。めっちゃいいね。もう、ニンニクがだんだん刻めてきてね、めちゃくちゃいい感じになってるんで。僕はその間に、辛めって言うんですか、これからしですね。はい、それ、未放課やないかい。何こいつ。ねえ、おい、近いや。おい、近いや。こんなもんでいいかい。いいよ。いいけど、それは何、今のは。鷹の爪、劇団みたいな、入れる。あ、赤い帽子かぶったぞ。今日調子良いよ、こいつ。調子がめちゃくちゃいいんじゃないか。はい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 、じゃあ、ニンニク完成したということで。選手交代します。一本でいいんじゃないかなって感じで思ってます、僕。え、もう、うん、でも辛いの好きでしょ、初め。好きです。だよね。だから、二本、あと、もう一本ぐらいいきます、うん、じゃあ、一つ次、はい。
同じことやんなこいつ。フリスクみたいな音してる。フリスク、フリスクやってるし。火つけてる状態じゃないところからこいつ入れていきます。この液入れていきます。あれ、ちなみに作ったことないんだっけ。ないです。あ、ないんだ。で、これ色がね、じゃ あの結構音鳴ってきたら弱火。それ何で知ってんの。端っこです。それ何で知ってんの。これは想像、俺の。あ、想像だった、うん、じゃあ真似しないでください。全部合ってるか分かんないんで。決まったメニューしか作んないから。あああ、じゃあちょっと筋トレしていきます。筋トレできましたね。よっしゃー、オッケ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 ー。じゃあ、いい感じに上がってきたんで、はい、ちょっと放置プレイ。今弱火になりました。弱火で放置プレイ。プレイ、プレイ。沸騰したんで、塩コース。あ、来ました。ここで、ここが一番の見どころよ。ひねって、ひねって、ひねっての、おー、決まった。はい、5分。はい、5分測りました。鍋が小さいと麺がはみ出て焦げちゃう時あるらしいの。うん、見事に焦げてます。え、麺が焦げてんの。うん、ちょっと待って、マジで辛いなんてもんじゃないです、本当に。今何分ない。あ、そうだ、焦げてるんですよ。やばい、止まっちゃってました、ごめんなさい。止まっちゃってました。すいません、何しても使えないんだね、君。これ説教です。わー、わかんねえ、時間食べればいいんじゃね。確かに食って。はい、食べる担当です。あっついだよ、これは。あっついって。まだ硬い。あ、ちょっと硬い。うん、うん、はい、麺できたんで。麺出来上がりました。じゃあここからスピード勝負じゃないですか。スピードここで、茹で汁をね、入れたいと思います。これをやることによって何があるんですか。茹で汁入れることによって、はい、パサパサ感なくなるんですよね。あー、なるほどね。塩コショウ。塩コショウなんです。はい、入れていきたいと思います。あー、入りました、塩コショウ。隠し味に醤油を入れたいんですよ、ね、なるほど、醤油なんです。隠し味は醤油です。さあ、来た。あ、サラ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 。これ、すげえ匂いはいいけどな。これを取って、こういってこういくじゃん。こうよね。来ました。あー、いいね。タケノツメは締めにね、このこいつの、あ、最後に上の方に乗って、上の方に乗せていく。あー、なるほどね。あー、いいじゃん。じゃあもう最後の方になっております。ここで味見をした。どうですか。いや、結構カレーなこれ。カレということでね、完成。チームです、僕たち、私たちがね、今回作るものを紹介したいと思います。紹介したいと思います。どうぞ。ビーフガロンドルフです。ありがとうございました。パチン。僕らポンコツライダーズ。こういうわけでございましてね、ビーフストロガノフ。じゃあビーフストロガノフ、ビーフガノフを作っていきたいと思います。ありがとうございます。これですね、まあ、ビーフシチューの元は買ってきたんで、こうストロガノフの部分。じゃあストロガノフが何かってスーパー7種類ぐらいしましたもん。あ、結構したね。で、した結果、うん、これです。おっと、僕らポンコツライダーズ焼肉のタレ。なるほどね。まずストロガノフってまず強そうじゃん。いや、いいですか。じゃあやっていきますか。英語言ったらすぐ筋トレクッキング。イエス。あー、来ました。本当に何もわかんない。ポッケ手つこんじゃってる。一発目からポッケーポケット。オッケーオッケー、そうでない、オッケー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 。僕らポンコツライダーズ。おー、いい。え、ごんまっ。え、これあの速さでやったの、あなた。すごいね。え、30回でも30回です。あ、違う。9。フライパン上がんないよ。今日は俺に任せろ、料理は。俺が一人やってるから、お前横でずっと筋トレしろ。あ、筋トレ。もうやだ、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 
待って、それがあんのか。やばいね。はい、30回降りました。ゆっくり上げてゆっくり下ろす。38。そうそうそう。39。ここもなっちゃう。あ、筋力がメインじゃないんだ。メイン。あー。一回ここでこいつを締め殺す。早速始まりました。今からみたいなとこあります。まず野菜を切る。おお。工程から始めていきたいと思います。野菜を切る。なのでまな板の方用意していきたいと思います。いや、めちゃパイだよ。オッケーで、あー、はい、準備してますね。これはどっちが表なんだろう。まあこっちでいいですね。これもフィーリングです。で、包丁の方準備できます。まず包丁をね、準備してください。どこだよ、包丁。そのなんか、なんかの下にあるとこ、その洗い物の下。そこはない、ない。はい、もうマジでじゃあやります、ちゃんと。まず玉ねぎは皮を剥きます。はい。おお、できるやん。結構手際いい。料理できるのを見せるのがこの企画の醍醐味ですか。はい。会話できなくなってる。今言うのはね、そうだね、一番いい、一番よくない。真面目なシーン。はい、シーン。まず半分にしてください。こう半分に切りまして、で、持ってですよ。で、持って、で、こっからもうこうスライスしていくわけですよ。スライス。お前なんでわざわざ言う。バトンタッチ。バトンタッチ。でも玉ねぎ切ります。玉ねぎが今切り終わりました。ありがとうございます。ありがとう。玉ねぎ切り終わりました。まあこんな感じですね。玉ねぎは、はい、普通にカットしていきました。玉ねぎカット。もうダメだ、そんな時は。はい。おう。人参切る工程に移りたいと思います。こういうのじゃなくて、合わせて。オッケー、オッケー。牛丼を切っていきたいと思います。どれがじゃがいもだ。大体もう、スーパーで売られてる。レジャーチェンジ。で、俺、20歳。もう、なんもチビやん。メガホスやん。チビ。おい、メガホス。おい。あるあ、そうか、ダブルパンチでいい、これじゃあ。ダブルパンチってダメじゃない。終わりました。めっちゃ時間かかるんだ、ジャガイモの皮むきは。めっちゃ、ま、ちげえ。ちょっと待って、一回待って、集中しないと。あそれの乳酸が溜まって。筋トレ。やばい、筋肉皮むき探した方がいいぞ。筋トレで。筋トレ。はい、ゆっくり。ないな。すぐ言わないか。言わないっす。言わないんだ。アウトだけどセーフ。アウトだけどセーフ。でも言わないようにするわ。ガチで。オッケー、言わないようにする。オッケー、時間入ろう。だって言って。本当に言わない、時間入ろう。うん。なっちゃった。極端だ。ジャガイモの方を剥き終わりました。ジャガイモは、まあ、存在感が大事なので。ゆっくり喋る、マジで。野生のお切り終わりました。よくやった。それではじゃあ、肉炒めたりし始めましょう。じゃあフライパンを用意して。フライパン。もうダメだ、そんな時は。俺何すればいいの。じゃあ、じゃあフライパン。おちょかし。フライパン。もう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 ガチです。もうガチです、本当に。となると、まずオリーブオイル。あるか。セーフ。あるか。俺が。俺が。俺かね。マジで。病気。そういう病気あるの絶対。じゃあ、ここから本当に料理します。導入します。ガチ言うなよ。ちょっ。危ないね。こっち行ったら。お肉を切ります。はい、そしたら弱火にしていきます。そうですね。これをじゃあ切ってください。 OK。 あー、待って、俺さマジで一つ言っていい。ここからは本当にもう分からん。
とりあえずじゃあもう炒めます。はい、炒めます。はい、肉を炒めていこうか。はい、オッケー、オッケー。もういい、なかったことにするな。お野菜炒めていきます。先生、どうした？電子レンジの使い方が分かりません。レンジきっしょ。生徒、はい、お皿用意してくれ。はい、お皿を2枚用意します。今お肉を出したいと思います。これは3分ぐらいさっと茹でて、ノーコメントでお願いします。ノーコメント。今さっきスタートされました。怖いです。スタート。はい、電子レンジの。はい、箱オープン。はい、オープン。おお。とりあえず温め終わりました。一回本当に。ちょっと、まあこれ言うね。ストロガノフの隠し味をこれね、ちょっとチャーっと。何で言うの？でもほんと最後最後これここに入れて混ぜて、これ最後。ああ、そうよね。どうした？ついにお前との料理も最後の工程に入ってる。ちょっと待ってくれ。何だ、めちゃめちゃ具材が入ってるぜ。僕らポンコツライダーズ。今までの40分は何だったんだ？違う、こっちがストロガノフだ。なるほど。ストロガノフって言っちゃってみ。よーし、よし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 、それではオープン。来ました。オープン。ここからはもうできる。それでは完成。ゲームセット。今回ペペロンチーノとビーフストロガノフを作っていただきましたということで、はじめが食べて美味しかった方の勝利ということです。頼む。こっちはペペロンチーノで、はい、こっちは何ですか？あ、じゃあビーフストロガノフ。これビーフシチューじゃない？違う、ビーフストロガノフ。これジャガイモとか人参入ってるんですけど、入ってないんですよね、調べたさっき。ちなみに本当のストロガノフは何か知ってる？いや、まあ一応聞こうか。正解だろうけどね。なんか一応調べたんだけど、サワークリームを煮込んだ料理らしいです。サワー。じゃあ、で早速いただいてもらおうか。こちら、ペペロンチーノ。おっ、いただきまーす。はーい。おー、おー、めっちゃペペロンチーノ辛ー。辛い。辛い。辛い。なんで辛いの？多分鷹の爪を2本入れてるからです。僕は1本って言いました。1本って言ったけど、言ったんです。誰が2本？彼です。こいつも何本コロナ好きなのよ。めっちゃうまい。ちゃんと前に行けよ。辛いけどうまい。辛いよね。うまいんだ。うまっ。うまいんだ。そんな普通にで、うまいが来るけど辛いが来る。じゃあ続きを増して。次ですよ。次まして、これは何ですか？ビーフストロガノフ。ビーフシチューです。いただきます。どうぞ。いただきます。市販の肉の方。うん。俺らが作ったジャガイモどけんの。俺らが作った肉を食った。ね、今。おっと。え、どうした？うまい。よし。当たり前よ、だって。俺らが炒めたからうまいんだ。ジャガイモ買って。はい、ということでね、食べ終わったということで、評価していってもらいましょうか。今回はじめがうまいと思った料理はどっちのチームですか？本日優勝こちらになります。桜井さんのビーフシチューが美味しかったです。おめでとう。